うちはね、それこそ、ちっちゃい頃、小学生の時はもう結構殴る蹴るの喧嘩は多かったんやけど、へえ。18、9の、その高校をお互い卒業してからぐらいはもう全然仲良くて一緒にゲームやったりとか、やね。で、最近とか殴るも、蹴るは意外と一方的やった可能性はないですか？弟のなんかこう、言い分から言わせてもらいますと。ああ、そっか。どういう弟がこと、どういうこと？そう、ああ、いや。弟のポジションから言わせると、殴る蹴るはお互いやってたというよりも一方的だった可能性はないですかっていう。いや、結構お互いよ。結構お互いよ。い先や、に手出したおどっちですか？まあ、場合によるんだけど、まあでも、俺が多かったかも。兄やはりね。兄か。やお兄ちゃんダメだね。正体現したわね。坂田はいくつさ？お兄さんと。8、8、8でしょ。え？8は離れすぎてんな。2つ差です。そっか。8？ 2つかよ。最初から2つって2つやったら。言ってんだよ、だからそう。お前勝手に決めんじゃねえよ。ぶっ殺すぞ。おお、殺されちゃった。なんで今のやりたい。2つ差やったらやっぱ体格差もあるからね、その若い頃は特にね。確かにね。もともとでも兄貴の方がね、体もでかかったし、喧嘩も強かったね。なるほどね。やっぱ8つ差だと、それほどの差があるんだ。2つ差って言ってんだろ、ぶっ殺すぞ。うわがやられた。なんだこのやりとり。何やろ、マーシュはいくつさな、マーシュはいくつさな、10、投票はさ、年号、年号、1、3やろ。10、10。年号はさ、こうまだ対等になれる可能性も秘めてるよね。結構対等やね。そうやね。そっか。なるほどね。確かにプね。ルタンは？俺は 10。怒ってんじゃねえよ、殺すぞ、お前。殺されちゃった。なんだこのやりとりが。キモいね。何回もすんの、それ。キモなんいやね。ねん、こいつら。疲れた。あっち。2ですね。はい。2、2、上2、下2。2、ああ、そうか。そうか、そうじゃあか、そう俺。か。いや、お前と一緒にすんね。一緒だろう。仲良しで何よりですね。8。セナは？俺4。おはい、ということで、お答えしたいと思います。